国家の命運を握る戦略物資となった半導体。その覇権をめぐり対立するアメリカと中国、一方で低迷するかつての半導体王国日本。シリーズ半導体大競争時代、第2回は復活を目指す日本の挑戦です。鍵を握るのは次世代半導体。その一つが人工知能に使われる AI 半導体です。 CG の画像処理など膨大な計算やデータ処理を得意とします。 AI 半導体の世界シェア8割を占めるアメリカ企業 NVIDIA、 今特に力を入れているのが自動運転の AI です。 AI に運転を学ばせるには実際に道路を走るのが一般的でした。ところがここでは仮想空間の中で運転を学ばせます。雪を降らせることも、行く手を遮る車を出すのも自由自在。時には子供が飛び出すことも。あらゆる場面を計算で作り出す。これが AI 半導体の強みです。Drive Thor, the next generation one, is 2,000 trillion operations per second.Driving is hard, right? Driving is very complex, and so you need that amount of compute to be able to drive safely. AI 半導体は3年後には10兆円以上の市場規模になると予測されています。この熾烈な競争に挑んでいる日本のベンチャー企業、プリファードネットワークス。創業者の西川徹さんです。なるほど。仮想空間の AI などを次々と開発し、トヨタや NTT などから出資を受けています。やはりこの分野ものすごい進展早いんですよね。5年前できてたことと今できてることって全然違う世界でもあるので、そのぐらいでビジネス化していかないと、この世界どんどん競争激しくなっていくと。この会社が開発した AI 半導体、大胆な設計に取り組んでいます。通常は計算やメモリーを担う部分のほかに、命令を出すコントロール部分があります。この半導体はコントロール部分を取り除き、ソフトウェアで代行、空いたスペースを計算の強化に充てたのです。その結果、高い計算力と省エネ性能が発揮され、海外勢を破って3度世界一に輝きました。現在さらに計算速度を高めた半導体の開発が進んでいます。チームには日立、ソニー、日本 IBM など大手メーカーの出身者が数多く在籍。逆だ。半導体で世界をリードしていた時代を知るベテランと若手がアイディアを出し合っています。今の脈々と受け継いだですね、その技術っていうのはゼロにはなってないので、全然正気が、ないとは考えていなくて、進化をいち早く捉えて必ず勝負に勝つと。半導体大競争時代、技術者たちの挑戦が続いています。